堀内三郎堀内三郎から1933年12月20日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。篠山半河郎、吉原理久氏の三男として生まれ、同伴し、堀内霊順の養子となる。大鳥なる義塾、攻撃者を経て、1890年7月、海軍兵学校を卒業し、1892年6月、 海軍将尉任官。天竜乗組、横須賀海兵団分隊長、何は分隊長、呉水雷団水雷艇隊艇長などを歴任。1900年3月から海軍大学校で学び始めたが、義和団の乱により一時退学し、常備艦隊参謀、常磐分隊長、佐世保陳府参謀を務めた後復興し、1901年5月、海大を卒業した。 クレチンジュフ参謀、法術練習所教官、イギリス駐在、イギリス海軍大学入校などを経て、日露戦争では、第一艦隊司令部付け、同艦隊参謀として出征した。法術練習所教官、第一艦隊参謀、海外教官、教育本部、第二部員、宗谷艦長、筑波艦長、海兵教頭、教育本部第一部長などを歴任し、 1915年12月、海軍少将に進級。第一艦隊参謀長、横須賀鎮守府参謀長、海軍砲術学校長、県海軍水雷学校長、練習艦隊司令官などを経て、1919年12月、海軍中将となった。以後、召喚会議議員、軍務局長、海外校長、軍令部次長、横須賀鎮守府司令長官、 軍令部出資を経て、1925年3月、予備役に編入された。その後、財団法人海軍協会副会長を務めた。ありがとうございます。